SYK と書いてサイと言います。どうも、サイチャンネルのサイです。このチャンネルでは映画の最新情報、復習考察、小ネタ、感想を中心に扱っています。今回はつい先ほどキャプテンアメリカシリーズに関する速報が入ってきたので、それについて触れていきます。この動画はファルコン&ウィンターソルジャーのネタバレを含みますので、お気をつけください。また他にも MCU や SPMC 関連動画を出していますので、ぜひそちらも見てみてください。それでは早速いきましょう。さて、 MCU フェーズ1からフェーズ3までの中で3作品制作されたキャプテンアメリカシリーズ。1作目、キャプテンアメリカザ・ファースト・アベンジャーではキャプテンアメリカことスティーブ・ロジャースのオリジンが描かれ、2作目キャプテンアメリカザ・ウィンター・ソルジャーではシールドに扮したヒドラや死んだはずの旧友バッキーとの死闘が描かれました。そして3作目シビル・ウォー・キャプテンアメリカではヒーローを国連配下に置く底部屋協定をめぐり、スティーブ陣営とトニー陣営が対決しました。スティーブはアベンジャーズエンドゲームで盾をサムに継承し、昨日全話配信が終わったディズニープラス限定ドラマファルコン&ウィンター・ソルジャーではサムがキャプテンアメリカになるまでの過程を追いつつも様々な人間ドラマが描かれました。そしてつい先ほど複数の海外メディアによると、現在キャプテンアメリカ4が開発中であり、ファルコン&ウィンター・ソルジャーのショーランナーと脚本家が共同で脚本を執筆することになると報じられました。まだ公式からの発表はないものの、大手メディアが複数報じていますので、ほぼ確定であると考えていいと思います。ファルコン&ウィンター・ソルジャーのラストではキャプテンアメリカ&ウィンター・ソルジャーという表記に変わっており、サムが正当な2代目キャプテンアメリカになった証であるため、キャプテンアメリカ4では2代目キャップことサムが主人公になると思われます。そしてファルコン&ウィンター・ソルジャーでサムとぶつかり合いながらも最終的には最高のバディとなったバッキーも今作には絶対に出てほしいと思います。またキャプテンアメリカシリーズの4作目ということから、おそらくドラマではなく映画であると予想されますが、現段階でまだ監督も決まっておらず、脚本も完成していないため、公開はフェーズ5以降になると考えられます。一方、ファルコン&ウィンター・ソルジャー内ではスティーブは登場しなかったものの、死んだかどうかははっきりとは描かれていませんでした。以前スティーブ役のクリス・エヴァンスが MCU に帰ってくると報道されたものの、本人が SNS でこれを否定。しかし今回の報道の一部には、クリス・エヴァンス演じるキャプテンアメリカのプロジェクトは別になるだろうというのもあるようです。これがもし実現すれば、キャプテンアメリカがインフィニティストーンを元の場所に戻す物語が描かれる可能性がありますが、クリス・エヴァンスが MCU に復帰することに関しては希望のハードルを下げておいた方がいいかもしれません。はい、いかがでしたでしょうか。これに関する皆さんの感想もぜひコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もフォローお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。